始まりました。いちいチャンネル、2023年うさぎ年ということでですね、皆さん本年もよろしくお願いしますということで、もうちょっともう新年明けて、まあ、ちょっとしばらく経つかな、まあもう2023年ということで、もう本当に新しい年の幕開けということでですね、もういちいちゃんはかなりもう突っ走っております。もう皆さんにね、まず本当にお知らせしたいのがですね、2月に舞台が決定をいたしました。嬉しい、ありがとうございます。この舞台のお話をいただいたのが実はもう昨年なんですよね。で、昨年のまあちょうど冬にこう入って、で、まあ、ちょっとこう来年に向けてまたもう一つちょっとこうギアを上げて頑張っていきたいなっていうふうに思っていた矢先にですね、ちょうどその舞台のお話をいただきまして、で、あ、舞台と、ちょっともう、どうしようかなっていうふうにちょっと一瞬ちょっとこう迷っちゃったんですよ、正直なところ。というのも、もう本当にもう舞台に出演させていただくのも、もう10年ぶりぐらいになるんですよね。なので、まずちょっとこう、なんて言うんでしょうね、まず他の共演者の方にね、ちょっと迷惑かからないかなとか、まあ本当ブランクもありますし、まあそこまで本数をこなしてきたっていう経験がそもそもそんなに多いわけではないので、大丈夫かなっていう不安とご迷惑をまずおかけしてしまうのではないかという、ちょっともう滑舌悪くなってるね。ご迷惑をおかけしちゃうんじゃないのかなっていうのが本当にいろいろあったんですけど、でもスタッフのね方をお声掛けをしていただいたクライアントさんにいろいろとお話をいただく中で、まあ、なぜ一位さやかをそのキャスティング、お声掛けをしていただけたのいただけたんですかっていうところのお話を実際にお聞きした中でですね、あ、この役は私が演じるべき役なんだなっていうのをそこで確信を持てたので、あ、これはきっとワクワクした舞台になるに違いないとですね、そこでこう直感をしたわけですね。なのでですね、こう皆さんにぜひぜひ見ていただきたいということで、まあ、今回1チャンネルこうしてまた2023年素敵な幕開けという第1弾ということでですね、お届けをしたいなっていうふうに思って今配信をしております。もうね、見てよみんな、じゃん、こんな感じでですね、これね、実はオンラインサロンで、いちちゃんのオンラインサロンあるんですけど、そのオンラインサロンの中では実はちょっとなんかこんな感じでですね、まだちょっとタイトルとか出てなかったんですけど、もう台本いただいていて、少しずつちょっと覚えてるよみたいな感じなのをアップさせていただいておりました。ということで、これはね、製本なんですよ。なんだこれって感じですよね。これね、陶器碑の、これ陶器碑のだよね、そう、陶器の落球っていうね、感じで、これ落球って何でしょうね、何でしょうね、これ何ぞや何ぞやなんですよ。まあ野球のお話なんですけど、まあちょっと言えないね、これね、本当にね、作品を読ませていただいて、とても胸が温かくなる物語ですし、やっぱり人生いくつ年を重ねても何年経っても自分自身がこう抱えていた、例えば悩みだったりとか乗り越えられなかった部分、ちょっとそこで挫折してしまったなっていうふうに思ってた部分を時を超えて、またなんか偶然にもそういうチャレンジするというか、そういうチャンスが恵まれてきて、でそこに対していろんなその主人公の方がこう葛藤していく、でその葛藤していく中でそこに巻き込まれるというか、その舞台の中にいる共演者みんながそこに引き込まれていって、一人一人がいろんなストーリーが生まれていくっていうお話なので、いやこれね、本当に感動しました。で、まだ私自身も実際にその稽古場に参加させていただいてはいないんですけど、あ、でもわかんないよ、もしかしたらこれがアップされてる時にはもう絶賛稽古中です、バリバリみたいな感じもあるかもしれないけど、ね、演じるのがめちゃくちゃ楽しみですね。もうとにかく楽しみで、役柄もなんか私っぽいなっていうふうに思います。なので、もしかしたらこう見ていただく
お客様にはですね、皆さんには、あ、なんかこれいちいちゃんっぽいね、あ、なんかいちいちゃんが多分これは演じる役柄なんだねっていうのもなんかこう見ていただいて、実際になんかこう肌でピリピリっとこう感じてもらった空気感でなんか実感していただけるのではないかなっていうふうに思います。でね、これね、チラシもですね、実はね、もう出来上がっててね、おいしょ、こんな感じでさ、あと、おいしょ、野球よ、野球、野球、人は汗をかくことで何度でもやり直せる。素敵だよね。こんな感じでさ、シアターアルファ東京という恵比寿ですね、最寄り駅は恵比寿なので、でぜひぜひ見に来ていただきたいなっていうふうに思います。2月15日から2月19日までの5日間で計10公演です。で、共演する方々のキャストはこんな感じなんですけど、ジラジラリン、そう、初共演をする方が本当にもう皆さん、そうですね。で、まあ、大林さんとかも多分以前どこかで多分お会いはしたことあるんですけれども、こうしてですね、演じるという立場でですね、ご一緒させていただくのは本当に初めてなので、とっても楽しみです。主演のですね、西川さんと大和田さんにお会いできるのもすごい楽しみです。で、この1位チャンネルでもですね、随時、ちょっと演じている1ちゃんの姿だったりとか、あとは、まあ、ちょっとオフショット的なところとかもですね、ぜひぜひこの1チャンネルで随時追っかけをしたいなっていうふうに思っておりますので、見てください。ということでですね、今回2023年うさぎ年の第1弾はとっても素敵な舞台のお知らせのお話でした。ということで、じゃあ今年も1年皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ぴょんぴょん跳ねる年にしていきましょう。ということで、1位チャンネルでした。バイバイ。よかったらチャンネル登録してねー。